演舞開演。ダニさんが新作で朝食はこちらのお店でいただきたいと思います。ホテルの中にあるレストランなんですけど、なんだかいい雰囲気ですね。では、あ、開店までしばらく時間がありそうですね。お料理はいろいろありますね。ではいただきます。はい、というわけでほとんど全ての料理を一通り食べてみましたが、今まで旅行で行った朝食の中で、これ食事の中で一番美味しかったかもしれません。これだけ選べるのもさることながら、朝からご当地名物やお蕎麦が食べられるのなんて今までなかったです。一通り美味しかったです。もちろんどのお料理もしっかり味があって、生きた素材の風味を感じることができました。ご当地もあることも含めて大満足の朝食になりました。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。縁も縁へ。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。